ニュルンベルク・ドナウベルト線は、中部フランケン中心地であるニュルンベルクと、シュバーベン地域にあるドナウベルトを結ぶ、電化された、幹線鉄道である。この路線の原型は、ルートビヒ南北鉄道の中部であり、ニュルンベルク・インゴルシュタット・ミュンヘン高速線の、開業以後にも長距離列車の輸送部門で重大な、意味を持つ。ニュルンベルク・インゴルシュタット新線で、通行負荷の場合、 この路線は迂回線の役割を果たす。ニュルンベルクロート区間には S バーン観光線はこの路線と並行に続いていく。列車はニュルンベルク中央駅から出発してシュタインビュール駅の側面までクライルスハイム、バンベルク、ビュルツブルグ向きの線路と一緒に走る。この路線は3つの線路とフランケン市内高速道路の上を横切って長い左向きの曲線で続く。列車は ザントロイト町、シュバイナウ町、ベルデーラウ町を経て、環状線の元を通過し、アイバフハ駅とレイヒエルスドルフ駅間の立体交差線路に至る。この立体交差線路は、環状線の両方向の線路を交差点なしにアウクスブルク方面の線路と接続させ、ニュルンベルク港向きの線路を連結するように機能する。ニュルンベルク中央駅ニュルンベルクライヒエルスドルフ。 駅区間はドイツでは少ない左側通行区間である。一方、S バーン観光線はその立体交差線路の前に、本線の上を越え、左側で本線と並んで続くことになる。列車は、レドニッツ側の橋を渡って、ニュルンベルクのカツバング区域を通過し、シュバーバッハ市に入る。この路線は、シュバーバッハ駅から左側に曲がり、レドニッツヘムバッハ駅からレドニッツ側に沿って、 ロート駅に続く。ロート駅で S バーン観光線は終わり、グレドル鉄道とも呼ばれるロートグレーディング線が分岐する。この路線は、ロート駅からゲオルゲングミュント駅までレドニッツ側と並んで、そこからシュバーベン・レーツアート側を沿って、プラインフェルト駅に至る。ゲオルゲングミュント駅に1997年までシュパルト駅向きの支線が分岐し、プラインフェルト駅には、 ルートビ避難北鉄道の一部の軍前ハウゼン、プラインフェルト線がこの路線から分かれる。列車は続いて、バロック都市のエリンゲンとローマ時代の集落から、由来したベイッセンブルクを通過する。この路線は、アルトミュール川を横切り、トロイヒトリンゲンビュルツブルグ線の合流の後で、接続駅のトロイヒトリンゲン駅に至る。ミュンヘントロイヒトリンゲン線がこの路線から分岐し、列車は、 フランケンアルプを経て、ドナウベルトに向かう。トロイ・ヒトリンゲン・ドナウベルト区間には、過去に、いくつかの停車場があったが、オティング・バイルハイム駅を例外にして廃止された。キューフィンフシュテテン駅では、現在予備線路が稀に使用されて、そこからモンハイム方面の線路が分岐した。キューミュンドリング駅は、追い越し専用の側線しかいない。列車は、ベルニッツ川を渡ると、 ノエルドリング方面のリース線とウルム方面のドナウタニ線の分岐点を過ぎドナウベルト駅に至る。1835年頃アウクスブルクの商人たちはアウクスブルクニュルンベルク間の鉄道をドナウベルトトロイヒトリンゲンの経由で建設、運営するために株式会社を設立した。しかし、ルートビヒ一世は数年後国有鉄道による鉄道建設を宣言し、 株式会社の役人はドナウベルト・トロイヒトリンゲンの区間にはフランケン・アルプがあるため鉄道の建設、運営は不可能だという現実を考慮せねばならなかった。それで株式会社は1841年解散された。バイエルン政府はルートビヒ南北鉄道の経路をネルトリンガーリースへ迂回させフランケン・アルプの問題を避けた。 バイエルン王国議会は1843年8月25日南北鉄道建設を議決した。1849年4月1日、ニュルンベルクシュバーバッハ区間は、同年10月1日シュバーバッハ、プラインフェルト・軍前ハウゼン区間が開業された。現在、プラインフェルト・ニュルンベルク区間は、ルートビヒ南北鉄道の部分である。トロイヒトリンゲン プラインフェルト区間は、アルトミュール鉄道の関連で建設され、1869年10月、開業された。最後の区間のドナウベルト・ドロイ・ヒトリンゲン間は1906年10月1日に、通行可能となった。1898年10月1日、ニュルンベルク・アイバッハ駅とニュルンベルク・ライヒエルスドルフ駅の間に、立体交差線路が設置され、貨物列車がそこで、 平面交差によって創車場へ行くことが可能となった。この路線の電化工事は1933年始まり、1935年5月に完了した。トロイヒトリンゲンの北の旧グロエンハルト、停車場近くに鉄道電気供給のために変電所が建てられた。1973年ドイツ連邦交通計画で、ビュルツブルグニュルンベルクアウクスブルク区間の 線路改修が企画された。1979年6月に、ニュルンベルク S バーンの一段階建設には、ニュルンベルク中央駅ロート区間も含まれた。1980年代に、ロートフィッシュバッハ区間の新線が計画されたことがあったが、隣接している村人地域共同体と市民団体が、ライヒス森を貫通する新線の建設計画を反対した。同時に、 ドイツ連邦鉄道は、現在のニュルンベルク・インゴルシュタット区間の高速線を提案し、シュバーベン地域とアウクスブルク以外の地域コミュニティは、この提案を支持した。1991年6月、S バーン観光線建設の調査が完了して、S3 系統の計画は取り持たれた。1994年6月29日、ニュルンベルク中央駅ロート区間の S バーン。 観光船の工事は始まって、2001年6月9日、S バーン観光船のニュルンベルクロート船が開通された。ザンドロイト駅、ライヒエルスドルフ・ケラー駅、カツバング駅、シュバーバッハ・リムバッハ駅、レドニッツ・ヘムバッハ駅、ビュッヒンバッハ駅の乗降場は、S バーン観光船に移られた。アイバッハ駅、ライヒエルスドルフ駅、シュバーバッハ駅の場合 S バーンの乗降場は、 別々に設置され、既存の乗降場は使用中止となった。すべての S バーン乗降場は、長さ145メートル、高さ96センチメートルで設置された。遠距離輸送の場合、アイス及び IC 列車はこの区間を走行する。地域輸送の場合、主な路線は以下のようにある。ニュルンベルク・オッティングイコールベールハイム区間は、ニュルンベルク広域運輸連合の領域である。 オッティングイコールベールハイムドナウベルト区間は、アウクスブルク運輸連合の管轄下にある。ルーディガーブロック、アウフネウエンベーガン、第ニューボーストレコンデアドイチェンバンデスバーン、イン、アイゼンバーン、クーリエスペシャル、ホチジャシュインディーグケッツオバーキール、ナンバー、21、1991、オーネ一瞬、S3035、VGN の鉄道路線への鉄道路線。ありがとうございます。